はい、どうも、久しぶりのほんわか黒蜜葉でございます。ということで、もうね、俺は追う。何をかっていうと、もうメタトロンっすよ。新限定メタトロン。もう今逃しちゃうと、確率アップがないんだよね。しばらく。ということで、どうしても欲しい。ほんとに。イラストがいいんだ、ほんと。とりあえず。イラストが俺ほんと好きで、性能もどっちも好きだから、本気で2体欲しい。けど、今、押さえとかないとって気持ちもあるから、また絶対やばいの出るって。イベクエルやばいの出た時に、また追えなくなると思ったから、今回は10連だけ、行って星玉まで追おうかなと思います。もしね、星玉まで溜まりきんなかったら星玉が。まあ、その時は、星玉までは追おうかなと思います。で、現在なんだけど、15連ぐらい回して、回して出た限定がですね、アリスとジャヌダルクっていう、最も求めてない2体が出た、限定の中では。まだね、ハレックスとか、磁気配の方が欲しかったんだけど、まあそいつらが出たと。いうことで、まあメタトロン当てに行きたいなと思います。もう10連一発勝負だからね。メタトロン。マジでメタトロンだよ。そい。いや、これメタトロン降ってきたわ。頼みます。行ってこい。緊張が走る、マジ。頼む。久しぶりにガチャおったわ。おし、よしよしよし、なに。なるほど。嬉しいは嬉しいかな。嬉しいは嬉しいけど、今じゃない。うん。今じゃないんだよな。これで、いや。おい、よし、素晴らしい引き。素晴らしすぎる引き。だけど、こいつらじゃない。いやー、ちょっと待ってー。いやー、そうなんだけど、そうじゃないんだよ。ね、引けてんだ。引けてんだけど、引けてないっていうね。ちょっと倍返しします。いやー、これで、星5が出なければ、もう課金しなくていいね。行きましょう。いや、いいよ。ここにメタトロン出すのもありだからね。カモン。いや、確率薄いとこ引っ張ってくるね。薄い。もしかしたらストライクショット行ってたかな、さっき。ワンチャンあるよね。メタトロン来い。まあ。いいよ。星玉が本当に勝負だから。次の一回勝負だよ。行ってこい。メタトロン。マジでメタトロン。それ以外は今はいい。メタトロン頼むー、本当に頼むー。いや、ちょっと待って、ハーレーの方か。いやー、びっくりした。これで X 出たら、今回のガチャだけで全部コンプリだったんだけどね、メタトロン以外。いやー、ちょっとこれ課金だわ。はい、480円追い金してきました。とりあえずメタトロン頼むよ。カモン、来るぜ。いや、引きはいいんだよ。引きはいいから、もう近いとこにはいる。間違いなく、メタトロンは。もう目の前にはいる。半径20メートル以内にはいるけど、そこまでたどり着けないっていう。いいよ、トリスさん。頼むよ。ほんとにこれ頼むよ。メタトロンね。トリスさんからのメタトロン願ってっから。確定。いきます。よいしょ。頼むー、メタトロン。いやー、ハレックスが出たやんけ。限定コンプしてどうすんの、ほんとコンプだよね。いやー、びっくりした。これで X 出たら、今回のガチャだけで全部コンプリだったんだけどね、メタトロン以外。メタトロン以外、今回のガチャでコンプだね。ほぼ1体目です。先言っとくと。これね。まあ、星5出てる数からして、そんなに引いてないのはわかると思う。アリス、ジャンヌダルク、トゥーフォーオールですね。あとは、ジキル&ハイド。で、ハーレー X ですね。メタトロン以外の限定はすべて回収したと。いうことだよね、これは。つまりは。そういうことになるね。うん。マジかー。メタトロンが欲しかったのに、メタトロンだけ出ないっていうね。いや、もうこれはちょっと追うのやめよう。うん、危険すぎる。
険すぎるわ。また期間限定ガチャとか来たら闇選ぶかな。いや、ほんと欲しかったんだけどね。行ったら一番確率高いからね。この複雑な心境を理解できるよっていう方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。めちゃくちゃ嬉しいんだよ。嬉しい。素直に喜びたい。これがメタトロンが出るまでのガチャだったら俺は、シャーっつって、出たーっつって、うわーっつって、キャーっつってるけど、ちげんだっつって、ちげんだそれはっていうね、気持ちにただいまなっておりますということで、改めてご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンの方ぜひぜひよろしくお願いします。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。渡れバイバイ、黒三つ葉でした。